はい、どうも皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。はとくまです。ついに、明日は、東京プロがね、行われます。本当は、テキサスプロのアンドリュー・ジャックと対ハンター・ラブラダとか、カルロス・トーマス・ジュニアのね、デビューだったりとか、ローガン・フランクリンとか、めちゃくちゃ話したいこといっぱいあるんですけど、それは来週に撮っておきたいと思います。海外の大会ね、一週間ぐらい経ってからのお話になっちゃうんですけど、ここは本当にね、ごめんなさい。お許しいただければと思います。まあ、今日、これ喋ってる頃、もうちょっとしたらね、山岸さんの大会もあるし、日本人がとにかく今週は、暑いんですよ。暑すぎるんですよ。で、東京プロ。まあ、今までね、いろんな動画を出してきましたが、もちろんね、どの選手も楽しみな選手しか、もう出ないんですよ。メンズフィジークもクラシックも。で、ハトクマ女子のカテゴリーはね、あまり取り上げてないんですけど、まあ、密かにね、これはまあ、個人的に楽しみで見てるっていうとなんかちょっと変態感出るけど、でも、なんかもう女子のカテゴリーもめっちゃ楽しみだし、まあ、とにかく、まあ、日本に来る海外の選手、そして日本の選手たち、全員楽しみなんですが、まあ、今回はその中でも、まあ、皆さん一人ずつさ、その中でもこの人楽しみってどうしてもあるじゃないですか。ハトクマもありますよ、そりゃ。っていうことで、まあ、このあたりの選手見るの特になんかハトクマは楽しみだなっていうのをね、ちょっと皆さんと一緒に、ま、話していきたいなと思うわけです。なので皆さんもコメント欄で、この選手をね、こう生で見るとか映像で見るのが楽しみだなっていうのをわちゃわちゃね、書いていただければと思います。で、まずは、クラシックフィジークなんですけど、クラシックはね、やっぱ竹本さんと、広川さん、ここのクラシックデビュー楽しみじゃない方いないでしょって。まあ、もちろん古越さんだったりとか、クラシックに今回ね、こうプロ戦ではデビューになる方もいるんですけど、やっぱりそのサーフパンツを脱いで足を見せるっていうのが、全く別物になってくるじゃないですか。まあ、ボディービルとクラシックって通ずるものがあるので、メンズフィジークとクラシックって、まあ、通ずるものはあるかもしれないけど、通じないものの方が多い気がするんですよ。ポージングも全然違うし、そもそも足を見せる、足を見せない。足が重要し、まあ、そこまでされない、めっちゃされるみたいなさ、もう全身がより大事になるみたいなさ、まあ、そこに、このお二人、どのような体になってるのかっていうのが、まあ、めちゃくちゃ楽しみだし、あとは、シンさんね。シンさんは、ハトクマ、すごく好きだからっていうのもあるんですけど、やっぱ生でポージングをね、クラシック見たことないので、まあ、海外の大会ばかりだったから、まあ、なかなか見に行けないじゃないですか。で、いつも映像とかでしか見れなくて、それが生で見れるっていうのが、まあ、すごく楽しみ。で、鹿さんですね。ルー選手は、まあ、もともとオープンボディビル、まあ、日本でプロデビューされて、もうずっとね、なかなか大会出なかったんですよ。で、久々に出るってなったら、クラシックデビューということで、ってなるじゃないですか。オープンボディービルダーにクラシックからなる選手っていうのはいますが、オープンからクラシックって、まあ、今回東京プロに出る選手でもいるんですけど、まあ、なかなかね、お目にかかれない。そして、元々のスタートがこんな体つきで、どういう風に仕上がるのかって思ったんですよ、正直。だって絶対体重すごいじゃんって。それが、もうここまでね、持ってこられて、足のカットとかもすごくない？まあ足がもともとすごくね、武器な選手なんですけど、これさ、まあ身長も高いから、生で見たら度肝抜かれると思うって思ってすごい楽しみだったり、まあするんですよ。まあこれがクラシックですね。で、メンズフィジークは、まあ金金さんと岩佐さん。で、海外の選手入りますが、ジョーベン・サガバイン。この3名に関しては、やっぱオリンピア選手じゃないですか。オリンピア選手を生で見れるっていうのもなかなかね、本当にないチャンスなので、まあ、それもすごく楽しみだし、まあ、ジョーベン・サガバインに関しては、やっぱりジェレミー最強の弟子として、まあ、ハトクマ、やっぱポージングがね、オリンピアの時とかも、ジェレミーにちょっと似てるんですよ。なので、まあ、ジェレミーを見れるわけじゃないんだけど、なんか疑似体験できるって、それはなんかジョーベン・サガバインにもちょっと失礼かもしれないんですけど、でもやっぱジェレミーの影がちょっと見えるんじゃないかっていうので、やっぱジェレミー好きとしては、すごく楽しみで、なんかエニタイムのね、新宿に行ってたらしいんですよ。なので、エニタイムの新宿でね、ジョーベン・サガバイン見たっていう人いたら、ぜひコメント欄か、まあ、DM もらえれば、すごく嬉しいんですけど、で、まあ、岩佐さんに関しても、やっぱり、毎年毎年、こう、どんどん進化されていって、オリンピアでの順位も、やっぱり2年目はすごく上がられていて、今回も体すごいね、いい感じっていうのもまたさ、おこがましいんですけれども、まあ、3年連続っていうのがかかってますし、すごく楽しみだし、まあ、カネキンさんに関してはディフェンディングチャンピオンでもあり、オリンピアでは日本人最高順位をね、取られてますので、まあ、すごく楽しみじゃないですか。で、まあ、オリンピア出てない選手でも、やっぱり例えば、岡田さんとかね、岡田さんは昨年のジャパンプロで、唯一のトップ5に
入ってるんですよね。で、やっぱり今こう評価されているようなバランス的なね、体を持たれてますし、佐藤翔吾さんなんかに関しては、もう、去年とかはさ、めちゃくちゃアップデートされてたのに、ピタッと、もう韓国の大会以降何も上げられず、韓国の大会の写真をずっと上げられて、で、それももう2週間ぐらい一切何もされてないんですよ。なので、本当にどんな体になってるのかがわからない。そういう意味では、まあ、その戦績的にダークホースみたいな立場では全くないんですけど、今年に関しては、まあ、ダークホースっていうか、どんな体なのかが全く想像つかないから、え、すごい楽しみだな、みたいな。まあ、そんな感じだし。で、まあ、最後はやっぱジーンさんですね。ジーンさんは、まあ、海外の大会今年出た中では一番ね、順位を取られてますし、コンディションというところが年々どんどん改善されていて、体というのも、どんどん改善されていて、特に昨年の進化なんかは皆さんもね、驚かれたんじゃないかと思いますし、で、まあ、ジーンさんはミロシコーチをつけられて、前回の台湾プロは初戦でした。そこから、まあ、多分いろいろとね、こう、ジーンさんの体はこうなんじゃないか、ああなんじゃないかみたいなのがあって、まあ、今回2戦目ドンピシャでね、来られるんじゃないかっていうふうにも思うし、まあ、前回の大会では、まあ、過去最高体重をということで、まあ、筋肉のサイズがね、少し、まあ、食べられてしまったとおっしゃってたんですけれども、今回その辺なんかも踏まえての、体になってくると思うから、ジーンさん、カネキンさん、まあ、このお二人はなんか、ハトクマの中でちょっとライバル関係というかさ、そんなイメージもあって、まあ、去年もね、こう、トップ3、まあ、エドワード加藤さん含め並んでたので、まあ、この3人もね、やっぱ日本の中ではフィットネスアイコンの3人じゃないですか。その3人がまた並ぶのも、まあ、楽しみだなとは思うんですけど、まあ、このあたりの選手が、ハトクマはね、すっごく、楽しみだな、見るのがって。あとはね、なんかこう、ちょいちょい言われてるのが、このね、中国国籍なんだけど、ガーナの選手、カルロス・アシド・オクランという方がいて、まあ、この人がね、なんかやばいんじゃねみたいな話はね、出ておりました。こちらの方ですね。確か背中がね、すごい密度なの。だからま、生で見てどんな感じなのかわかんないんですけど。で、あとそう。これは、ハトクマ、的な楽しみ方というか、まあ、コーチですね。有名コーチがついてると、やっぱり、うわってなるんですよ、ハトクマは。で、それで言うと、ジンさんがミロシュコーチでしょ？で、カネキンさんが今回、アリエル・カッツ・アルベルトに変えられました。このカッツは誰かといえば、エリン・バンクスのね、コーチですね。で、シンさんもカッツなんですよ。で、それで言うと、クラシックの鹿さんは、ニール・ヒルなんですよね。で、佐藤翔吾さん、オマール・ベンチョラじゃん。有名コーチ大集合みたいな。まあ、そんな感じなので、まあ、この辺も、ハトクマは楽しみにしております。はい。ということで、ついに明日になってまいりました、東京プロ。早いなって思うんだけども、明日はもう渋谷がね、筋肉まみれ。観客の方もマッチョだろうしね、もうやばいことになると思うけど、まあ、直接現地に行かれる方は、良ければね、ハトクマのこと見つけていただきましたら、おう、ハトクマと言っていただけると非常に嬉しいなと、いっぱいね、おしゃべりしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ハトクマはちなみに SS 席のね、5番にいますので、承認欲求の塊かって言われるかもしれないけど、5番に行ったらね、ハトクマにとつれます。はい、ということで、今日の動画はここで終わります。ご視聴いただきありがとうございました。皆様の楽しみな選手いましたら、コメント欄、概要欄、ガイドライン設けてはおりますが、どんどん書いていただけると嬉しいです。また、ハトクマチャンネルの登録と高評価もぜひよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。